スタート取れるかな。前走一番。全く問題ない。いや、これは上に立っているような感じはあるけど、外国人に乗ってくれば問題ないけど。ちょっと気持ち、そこからしっかり後段に返してやらせてください。下のパート大崎先生お願いします。はい、下はですね、下の壁下は全く問題ないです。壁に入ってもらっていいですか。ちょっと壁気になってくれてください。はい、女子の選手、きつそうですか、ゴール前の3機も。仮タイムを発表します。フルナンバー1、上野小春選手、1分00秒36、はい、特に変わっているような様子はない。了解しました。足利大学女子高校、スタート。はい、了解。足の中取れる。はい、じゃあさら準備できたらお願いします。ちょっと早いんじゃないですかね。カルタイムの発表をします。ビブナンバー2、伊藤水雄選手、1分02秒24、高校生スタート。仮タイムの発表をします。ビブナンバー3、深澤ひなた選手、1分00秒。大体インスペクション通りね、問題ありません。まあ、自分もね、自信持ってしっかり獲得して取ってください。ラスト1号の体力をしっかり取りたいです。あとね、ラスト時も、今日に向かわず取ってください。仮タイムの発表します。ビブナンバー4、堀村ひな選手、1分00秒04。国大学東北高校スタート。はい、仮タイムの発表をします。ビブナンバー5、阿部しおり選手、1分02秒09。深大学附属高校スタート。2回目のよく書いていたしかない。松本先生、どうぞ。こうなると思う。はい、どうぞ。今初めてから、カルタイムの発表します。ビブナンバー7、福島佐藤選手、1分00秒03。緩やかなところから坂に入るところですけれど、やはり大きく、なって大回りに行くことになっていく。はい、了解しました。仮タイムの発表します。ビブナンバー8、大西美琴選手、1分01秒06。旭川明誠高校スタート。大丈夫ですか。
はい、どうぞ。さっきのところで、やっぱりあの、渋谷切りましたけど、やっぱりちょっと、なんか、はい、了解、ありがとうございます。仮タイムの発表します。フルナンバー9、遠藤奈々選手。これ取れれば、さっきゆいかが送ってくれた通り、あの左ターンね、あの 急斜面に早いの方が多いですし、頑張るしかないんで、左ターン。頭残ると、頑張ってやるよ。頑張ってね。あの家のバーンは本当に本気で言った通りに早いように言えるので、はい、それで、例の9、10、11、12、13、遅れた選手はずっとあの左バーンだなと思うと遅れ、遅れになってるから、ポンとあの上ラインから近くなるあの金線でもどんどんあの上からも、なんで立ててスルーの上ぐらいからスピードつけて緩斜面つないでください。わかりました。頑張ります。はい、元気出していこうぜ、全力で。カルタイムの発表します。リドナンバー11、コース1分ブレイク秒。頑張りながらっていう。そこじゃないです。アタムカーの連勝方法、スタート。ちょっと癖な。はい、アタムカー。カルタイムの発表します。リブナンバー12、山下理香選手、1分02秒55。セクルン大野高校スタート。1位振り幅あるって言ったんですけど、赤と青、この前の青ぐらいからしっかり入っていかないとちょっと引っ張られる。仮タイムの発表します。リブナンバー13、山田さくら選手、59秒68。スタート。スタートで結構速くなったと。最後斜面入るところが一直線ロジン、一直線ロジンの問題なので、上に向けて立ってしまうので、これだけです。この前ね、まっすぐに。仮タイムの発表します。フルナンバー15、清水沙羅選手、1分03秒29。京都府、京都工科高校、スタート。リブナンバー32、清水ひなた選手、群馬県嬬恋高校スタート。京都工科高校スタート。仮タイムが発表します。リブナンバー54、片岡優香選手、1分10秒21。リブナンバー68、福本莉子選手、
北海道最後の車を通します。右ナンバー66、吉田の選手。1分03秒25、1分03秒25。ビブナンバー69、佐藤佳奈選手、新潟県リタイムを発表します。ビブナンバー67、上島アジア、失礼しました、上島アジア選手、1分02秒24。また入賞ラインでね、02秒で、そうですね、熾烈です。ビブナンバー70、田中みのり選手、北海道。お仮タイムの発表します。ビブナンバー68、福本莉子選手、1分03秒66。ビブナンバー71、生見萌選手、福井県福井工場大選手、京都府同志社高校、スタート。カルタイムの発表をします。ビブナンバー101、加藤愛理選手、1分15秒44。ビブナンバー104、田中みやび選手、岐阜県滋賀高山高校、スタート。選手、京都工科高校、スタート。カルタイムの発表をします。ビブナンバー107、田中すみやま選手、仮タイムの発表をします。ビブナンバー10、堀澤直選手、1分01秒31。合計タイム2分
東京大学駒場高校スタート。ビルナンバー12、山下陸馬選手、1分0秒77、東京タイム、2分0秒3、3分、スタート。なかなかでも良かったな。カブが大型選手。カルタイムの発表をします。ビブナンバー16、高橋美優選手、1分03秒60、合計タイム、2分06秒15、スタート。お気をつけください。いいなと思ったけど、普通に。あー。スーパーブルがそんだけ入ってた。カルタイムの発表をお願いします。ビルナンバー26、はい、コース自体は全然問題ないよで、11キロ目のところ少し1本目の残り溝が、あるので、次のところも1本目に比べたらだいぶ、緩いので、しっかりスキー縦にしてタイム狙っていきましょう。修二郎、下よろしく。サーブは外溝がちょっとついてきてるかなって感じで、まあ、失敗する選手少ないんですけども、する後、リードを乗って、まっすぐ行き過ぎて、ラインを切ると、水より外行って、足取られてる選手がいるんで、外水、やはり、外の水を意識して、外足意識して。これの次、これの次。高いラインキープして、で、6号線の中継本で、ちょっと余裕がちょったら、その次の11のところで、落ちやすくなるから、しっかり蹴る余裕あるようなラインで、高めに速く止める。仮タイムの発表をします。ビブナンバー19、大貫翔選手、1分0秒18、合計タイム2分04秒16、2分04秒16、スタート。これ10分くらいか入る。仮タイムを発表します。ビナンバー5、1分0秒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 0役員の皆さんに連絡いたします。ビブナンバー22の選手、休暇後コーストに入ってください。よろしくお願いします。仮タイムの発表をします。ビブナンバー23、浜川選手、仮ちょっと待って。
ハイタイムの発表をします。リブナンバー27北入木の選手ビルナンバー8の選手、通過後、高ステージに入ってください。ビルナンバー8の選手、通過後、高ステージに入ってください。足利大学附属高校スタート。仮タイムの発表をします。リブナンバー3、深澤姫香選手、1分01秒92合計タイム2分02秒70、富山第一高校スタート。仮タイムの発表をします。リブナンバー21、森川環奈選手、1分00秒、2分01秒14スタート。おー、仮タイムの発表をします。リブナンバー1、上野小春選手、1分00秒94合計タイム2分01秒33。北海道旭川明星高校スタート。選手並びに役員にお知らせいたします。リブナンバー31番の選手よりスタート間隔30秒となります。選手並びに役員にお知らせいたします。リブナンバー31番の選手よりスタート間隔30秒となりますのでよろしくお願いします。仮タイムの発表をします。リブナンバー4、京都府京都工科高校スタート。
佐々木青葉選手、秋田県勝又都市京都創価高校スタート。そして京都高校タイムの発表をします。フィルナンバー58、大見咲香選手、1分09秒94、合計タイム2分17秒66、フィルナンバー51、山梨県関田です。お願いします。スタート。佐藤玲奈です。愛知県大成高校スタート。ハルタイムズ大成高校スタート。ついできれば小さめ終わりをね、間隔が狭くなってるけども、縦長のね、あんま振り幅がないとか、そこまで伺って、それもね、あんまり難しくなくいけるし、あと緩斜面ね、プレッシャーに組んでいけて、最後にね、161の次が赤いです。161の次が赤いです。急斜面の右足返しでね、しっかり上から上からってことをね、意識してください。仮タイムの発表します。